風邪をひきたい。風邪をひきたいあっくん。寒い中、ブルブル震えながら外にいます。家に帰っても手なんて洗いません。絶対に風邪をひきたい。どうしてそんなに風邪をひきたいかって？それはね、何日か前、風邪をひいた弟が熱を出して、一日寝ていたのがとっても羨ましかったのです。ママにおかゆを食べさせてもらって、美味しそうなジュースを飲ませてもらって、好きなテレビをたくさん見させてもらって。しかも、治って保育園に行くと、まるでヒーローが来たみたいにみんなが集まってくるのです。大丈夫？うん、もう大丈夫。あっくんにはそれがとてもかっこよく見えました。熱を出すって最高じゃないか。次の日、あっくんは頭がぐるぐるして起きました。鼻水もずるずる。なんだか体が熱くて寒い。あっくんは見事に風邪をひいて熱を出したのです。念願のお熱で嬉しいはずのあっくん。でも頭がぐるぐる、背中がゾクゾク、鼻水ずるずる。そんなこと考えていられません。それどころか暑いのか寒いのかもわからなくて、なんだか泣きたい気持ちです。おかゆだって起き上がるのが辛くて、自分でなんか食べられません。ママに食べさせてもらっても、苦しくて辛くて、嬉しいとはなかなか思えませんでした。テレビだってぼーっとしていて、見ていて面白いのかなんだかわからないし、美味しそうに見えたジュースは、熱の人が飲む野菜で作ったそんなに甘くない飲み物でした。それに一番嫌なのが苦い苦い薬。薬を飲まないといけないなんて考えていなかった。あっくん、目に涙をためながら薬をいやいや飲み込みます。風邪をひくことはあっくんが思っていたのとは全然違いました。風邪をひきたいなんてもう二度と思わないから早く治ってほしいよ。あっくんはお布団の中でしくしく涙を流します。それから何日かしてすっかり元気になったあっくん。久しぶりに保育園へ行くと集まってきたみんなに、風邪をひくって本当に大変だから暖かくして手を洗った方がいいよ、と話すのでした。おしまい。お話は面白かったぶ。チューブとお友達になってくれたら、絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。これからも楽しい絵本をたくさん作るから、グッドボタンと